出会えなかったかもしれません。たとえ1000人いや1万人と出会ったとしても、あなたという一人と出会うことはできなかったかもしれません。まあ数がどうとかではないんだけど、それを何と呼べばいいんだろう。すいません、あなたと出会えたその時の空気の匂いとか、あ、ごめんなさい、その時聞こえた音楽とか、そういういろんなものやことに支えられたあなたと出会えたその時だったりするので、そう、それは一冊の本に似てると思う。私の世界を変えたりできるから、あなたを知る前には戻れないから。出会えなかったかもしれないから、千冊いや1万冊読んでも出会えなかったかもしれないから、まあ数がどうとかではないんだけど、あなたの好きな一冊が私の好きな一冊になったりすること、それは軽々しく言ってしまえばそれは奇跡です。その瞬間を私は軽々しくも奇跡と呼びたい。夏一、夏の一冊、集英社。